はい、どうもこんにちは。今ですね、最近なんですけど、ちょっと今住んでるところの洗濯機がですね、ちょっと壊れてて、で、まあ、たまにコインランドリーに通ってですね、近所ので、まあその今洗濯待ちですねの最中に、せっかくなんでちょっと、近所散歩してるんですけど、これね、割とここ近年にできたイーストボストンの、まあ、アパートですね。すごい立派な感じのね、快適なんだと思います。でこう湾の目の前ですよね。この湾がいいかどうかは別として、ね、あんな感じの船が見たいかどうかはまあちょっと分かりませんが、まあ、そういうような湾が見晴らせる、アパートですね。でここですね、歩いてみるとこうペットフレンドリーな感じですね。ここでね、あの袋とかもらえたりとか用意してくれてるんですよね、ちゃんとね。あとこれ映ってますかね、どうでしょう。ここからカヤックに乗ってこの湾に出られるんですね。まあ、自己責任でって感じなんですけど、ここからこうやって歩いていって、ここからカヤック出してこの湾に旅立っていくことができるという場所なんですね。まあ、イーストボストン、本当にね、あの海の近くというか、まあ、海辺なんで、こんな感じの見た目ですね。で、ここが 何かというんですね、この場所が。説明があるんですけど、説明してますかね。シップリペア、これね、昔船のリペアをやってたみたいですね。ここで、ね、かなり栄えてたんですよ、ここっていうような場所ですね。昔の様子の写真がありますね。この位置らしいです。で、ね、ちょっと気になる謎なのがですね、ここになぜかわかんないんですけど、この橋の、ね、手前にブーツが片方だけ置いてある。何なんでしょうね、これ。以前ここを通った時はなかったんですけどね、1週間2週間ぐらい前はなかったような気がするんですけど、まあ、もし何か、情報をお持ちの方はぜひ教えてください。では現場からは以上です。